鳥取ショッピングシティは、鳥取県鳥取市に所在する、イオンリテール株式会社が運営を行う、ショッピングセンターである。1989年に、ジャスコ鳥取店を核とする、新日本海ショッピングタウンとして開業。建物の老朽化やイオン自身も郊外に2000年に、ジャスコ鳥取北店の開業などで、かつてに比べれば、勢いがない。地元では特に、 鳥取北店開店以降は、駅裏のジャスコと呼ばれることが一般的である。当初の運営会社であった株式会社新日本海ショッピングタウンは、1989年にジャスコに買収された後に、商号保全会社として数年の休眠期間を経て、2008年に現在のイオンリテール株式会社となり、イオングループの小売部門を担うとともに、 再び東 SC の運営を担当することになった。建物自体は、日の丸総本社と、朝日生命保険が所有している。屋上の看板は、開店から1993年頃まで2代目、J ロゴ、同年秋から2011年のブランド統一頃まで3代目、ジャスコロゴ、ブランド統一頃から、イオンロゴに変更されている。 2018年1月4日から駐車場を有料化、最初の2時間は無料。以降は60分、毎200円、1000円以上の買い物で1時間延長で3時間まで、無料。各店舗は、イオン鳥取店である。専門店はパロ、キャンドなどがある。専門店全店の一覧は公式サイト、専門店連絡先を、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、 詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。ありがとうございます。